曜日チャンネルスピリットクックス、毎度陽一です。いつもご視聴いただきありがとうございます。寝起きドッキリではありません。声が出なくなりました。普通に喋ろうとするとおはようございます。あ、まあ、ちょっと出ますか。こんな感じでかすれかすれになっています。それでも陽一チャンネルスピリットクックスは続けます。なので皆さん最後まで見てね。はい、ちなみにこちら DHD のサーフボード、スポンサーステッカーにリーフ、レッドブー、リップカールがついています。さてこれは誰の板でしょうか。ミック・ファニングが乗っていた板です。数年前にミックがね、スナッパーロックスビハインドからテイクオフチューブに入って、そこでワイプアウトして板が折れ、この先っぽが流されたんです、インサイドまで。そしてなんとその板を本人拾わず、また新しい板を車から取り出してきて、でパドルアウトしたんです。海の中で見ていた僕は急いで海から上がり、そのボードを取りに行きました。僕が取りに行った時にはローカルのおじさんが拾って木の下に置いてたんです。そしてその木の下に置かれていたこれを僕はインスタに上げるように写真撮ったりとかしてたんですけど、誰も興味を示せなかったんですよ。誰も持って帰ろうとしなかったんですよ。そのまま置いてたらゴミになると思った僕は持って帰らさせていただきました。で泥棒になってしまっては困ると思って、一応ミック・ファニングの方にはインスタで、メッセージ送って、この板は俺が持って帰ったから、もし返す必要があるならメールくださいと、ちゃんと DHD の工場まで持って帰りますと言ったら返事がなかった。で、いろんなサーフィン協会の人たちに聞いたら、それだったら大丈夫じゃないか、持って帰っていいんじゃない、お宝だよということで、陽一チャンネルのお宝になりました。はい、今日のサーフコンディションはパーフェクトナースです。ビーチブレイクで5フィートぐらいの波が炸裂しているはずです。昨日よりもかなりサイズアップしてモアグリーンになってるはずです。ここの周りに住んでる人たちは今日はみんなポイントブレイクには行かずにビーチで正面で入るって言ってましたので、僕も行こうと思います。バンバンを持っていきますよ。ということで本日もどうかよろしくお願いします。はい、海に到着です。皆さん聞こえますでしょうか。僕は今ノビーズサーフクラブの前にいます。ローカルたちが、波チェックしています。はい、海はスーパーメンズル、太いスウェルがゆっくりと大きく入ってきています。この目の前にレギュラーのロックホールがあります。さて今から入っていくんですが、最初のハードル、アウトに出れるかどうかです。僕の前にこの辺りから入っていったやつを観察してたんですが、流されてるなと思ってバーッと向こうの方バーッと行ってたら、そいつもう上がっちゃいました。アウトに出れず。はい、なんとかアウトに出れました。ドルフィンしたら
いつもなら行けるタイミングやったんですけど、板思いっきり吹っ飛ばされたりとかして、なかなかハードでした。でもなんとか僕アウトにいます。今風はほとんど吹いてないです。太い力強いうねりだけがゆっくり入っていきます。いやー、よかった。このゲティングアウト、これもサーフィンですね。ちょっとセット入ってきたんで行きましょう。僕はね、サーフィンで一番好きなのは、波がでかい時に海に入ってこれることなんですよ。それって普段からの心構えというか、そこにフォーカスしてないと入ってこれないんですよね、こういうところ。僕は人生の全てを、サーフィンにフォーカスできるように心がけていますって。ずっとエラミいただきました。ピークで僕の奥にいた人がゴーゴーゴーって言って、スムーズに行かさせてくれたんで、リラックスして乗れました。最後のチューブ抜けたかったですね。惜しかったです。一緒にドルフィンしたら、長いボード持ってるおっさんがドルフィンに失敗して、そのボードが僕の頭にかかって。今ね、
この後ろの方、ここから400m ぐらい先に、違うバンクがありまして、そこでもっと綺麗に割れてるっていうのがね、ここから見えてるんで、流れに任せてじりじり近づいていってお邪魔させてもらおうと。チャンネル登録お願いします。